最好是这个平，这个厚，是平一点，太厚的话看不到下面，对吧？中国に関係する仕事をやってたのは1990年。その時は化粧品原料の調達。ただその事業が終わって、その原料自身の確保がほぼ約束された時点で、日本の会社はその会社がいらなくなった。要するに中国の会社が不要になったんですね。という時に私は自分で四川相馬という会社を買い取ったわけなんです。これが一番大きな人生の転機だった。2000年に四川相馬この会社を自分で立ち上げたんですが、私にはバックがないんですよ。普通の企業、日本からこちらに投資している会社はみんなその一部を中国で製造して日本に送るという、こういうのはビジネスモデル。しかし私は日本に会社がないんです。ただ一人の人間として中国に単身入ってきました。私がまあグリーンカードもらったっていう時から、生徒市または政府の方からも様々な面でご支援をいただいています。2004年中国でグリーンカード制度が正式に導入されたことを知り、海藤博之さんはすぐに申請を出しました。グリーンカードを申請する意義について、海藤博之さんは、グリーンカードをいただけるというのは一種の承認であり、生徒人になった名誉なことでもありますと強調しました。私はたまたま制度という場所が第一歩を踏んだ場所だったので、そこからのスタートになりました。しかし今になって考えてみれば、制度で加工したものを中国全土に販売するっていうことは、これ非常に理に合ってるな。人件費も安ければ原料の調達地にも近いということから考えれば、制度というのは何にも不便な場所じゃない。これだけ交通が発達した時期、生徒の方はどこに行くにしても3時間程度で全て移動できる。そういうような考え方で私は、生徒というのはいい場所だと思います。1989年、海藤博之さんが初めて生徒を訪れた時、すぐに数千年の歴史と豊かな文化を持つこの町に魅了されました。1994年から健康食品と漢方薬剤への情熱から四川相馬という会社を率いて、会社の指針を化粧品原料の供給から有機食品栽培へと転換させ、健康食品と漢方薬剤輸出への発展の道を歩み始めました。経費の話をするとなれば、この日本薬局法という本が一つ必要です。和漢百科事典と、このこれはね、食品にも使われるんで、その食品に使われる場合にはこういうの食品の専門の辞典というのがあるんですよね。だからこれは経費といったら薬になるで、生薬関係ではシナモンとかいう表現。中国の食っていう考え方は異食同源ですね。それは日本とかアメリカっていうのは西洋薬、要するにその一つのものから分離した一つの成分だけが効果があるというふうに見てるんですけども、中国の場合はそうじゃなく、そのもの自身が一つの成分、それとその付随するものをまとめて一緒にですね、また別な商品と合わせることによって効能効果がより高くなるというふうなものの見方をしていると思います。はい、チンチン、はい、吃好了，下去试吃一下。马上马上，好。これらはね、全部試作品ではないんですよ。改良品とか機械化をするとき、そのプロセスすべてにこういうふうに評価するんですけどね。その評価の結果っていうのは多分今日明日には出ると思うんですが、それをもとに原料の配合比変更とか、または加工時間ですね。それとか厚みの変更。さまざまな方面で再検討する。もうこれはもう何度も試食やってるものであって、ここまで試食改良を繰り返したもので、苦いものがあったとか
いろんなこうクレームっていうか小さな改良点が出てくるんですね。その小さな改良点に対して本気で向かい合うっていうのが企業の強さだと思います。おかんごらん西田どうする。ううううう这个好吃，但是我觉得有稍微有点甜的。嗯，这个。这个好吃，这个只是稍微有点甜。对，有炸肉的。那么有炸肉。前面考虑一下。对，有炸肉跟黄金。一般。也还可以。这个。栄養士の立場から有機食品事業に取り組み始めた海藤さんの会社は、中国の有機食品業界の研究開発に数十種類の有機高度加工食品を提供しています。体にその方が有点いい。目をついた。ここにはここ成都伊藤洋華堂の本店ですね。こちらには四川相馬の商品が並んでます。ちょっと売り場見に行きましょう。今中国の市場が14億人いて、有機に触れたことがあるっていう方は 10% はいると思うんですね。そうすれば1億4000万人じゃないです。だからそこの市場を今後も拡大していく、そこをしっかりと捉えることがビジネスとしては最も必要なことだと思います。杂粮好吗？还是那个上面的那个加工比好？杂粮卖的好。杂粮豆类豆制品就黄豆啊，这段时间就黄豆啊，这些都卖的还可以。是吗？嗯，都卖的。那当时那个这边是肯定好，多一点吧，好一点吧。对对对。これは特別な集まりです。来場した方々はグリーンカードを持つ成都に住んでいる日本人の方々です。彼らは時々集まり、ふるさとのグルメを楽しんだり、お互いの近況をシェアしています。加藤さんが成都を来られたのはもう30年前でしたか？私ね、会社作ったのが84年です。あ、じゃない、94年。1990年。94年。はい。だから94年ですから、もう、もうまさに30年です。うん、はい、そうですね。はい、来年30周年ですね。だけどそれね、11月の22日なんですよ。はい、ですから、まあ、あとほぼ1年、ほぼ1年で成都30周年です。多分成都の会社で私が一番古いと思う。私が一番古い。あ、そうですね。多分。奥さんと結婚されてから会社立ち上げたんでしたっけ？じゃない。でしたっけ？私が結婚したのは2002年。あ、そうか。はい。もうね。もう20年前の話ですから、かなりブレてますよ。もともと私の家内が、私も会社に入社した社員なんですね。で、仕事をいろいろやってて、薬剤師資格を取りたいということだったんですが、オーストラリアの方に、まあ、言語留学ともどもで行ったわけなんです。で、その時初めて分かりましたね。あ、人間っていうのはいなくなったら初めてその大切さが分かるんだな。一緒に会社に出てくれてる間は、まあ、そこまで思いっていうのはなかったんですけども、いなくなったら急に心の中に穴が開きまして、いても立ってもいられなくなったっていうのが、まあ、夢です。それと私は天ぷらを食べたいです。そこ3人で食べれるんですよ。盛り合わせ、寿司も盛り合わせがいいです。美味しいですね。美味しいでしょ。このは会長さんがおすすめだけど。だけどね、これ出てくるのね、私はね、これを入れてしまうんです。何ですか？ラバン。ヨミヨファジャ。ラジャオ。唐辛子。ラジャ。これ一味じゃなく一味。はい。もうね、辛いんが。辛いんがいいっていうか、辛くないと食べれないっていう。大豆を買ってきて、私はあの1989年に成都に初めて来て、あ、ここなら一生いてもいいなと思ったのは、やっ
食べるもの足掛け30年ですから変わって当たり前だと思います。だから私は今私 の, あの味怖いあれはもう四川人と同じですね。私はやはりその中国はね時代の流れが転換が早すぎるんですね。特にこの20年ぐらいだから今私どもがやっとこうその変わってきたものに対してそれをどのように受け止めて研究しているわけですので私たちの会社の事業に店舗は無限だと思います。